競馬部位の競馬予想始まるよ。おはようございます、競馬部位です。今週のね、小倉、メインレースです。小倉2歳ステークス G3 芝の1200右回りなんですけど、ここでちょっといいなと思っている馬を紹介しようかなと。紹介というか、まあおそらくもうこの馬は2頭しかないかなと思っている馬を、ちょっと紹介しようかなと思っています。どうぞ。2歳なんでね、なかなかまだまだ、おてんば、じゃじゃ馬、まあ暴れ馬というか、まあまだまだ動き方が若い馬は多いと思うんですけど、その中でもまず1頭ね、いい馬やなと思っているのが、今のところ僕結構ね、みんなシングルアップこれ、ね、無敗の3連勝いけるとか言うているんですけど、シングルアップももちろん怖いんですけど、それよりも僕はこの宮地シルフィード、宮地シルフィードですよ。宮地、まあ、ロードカナラ3区、今ねバリバリ乗りに乗っている3区ですよ。ロードカナラ3区宮地シルフィードで、前回もね和田騎手が乗っているんですけど、まあ今回芝1200の右回りということで、右回りもこの間ね、走ってうまいことこう1着になったんですけど、このレース一応見たんですけど、まあ好スタート、好ダッシュ、もういいスタートを切ってたっていうのと、まあ、2歳にしてはなかなか賢い馬かなと。まあ、位置取りもきっちり、まあ、和田騎手の、腕もあるんでしょうけど、馬的にもこう落ち着いた感じがしたんで、まあ自分なりの競馬というか、まあ、出してたんじゃないかなと思っているんですけど、こう結構後位の方でねずっとじーっと待ってて、で3、4コーナー回るあたりぐらいがこう伸びてきて、でそこからもううまいこと抜け出して、もうあとはもうまっすぐに進むだけだのうまい競馬をしてたん で伸びもかなりバネがあるように見えたんで、まあさすがロードカナロア3区の足を持っている馬かなと僕は正直思ったんで、この宮地シルフィードかなりいい馬なんじゃないかなと僕は思っているんで、今のところこの馬は20丸ですね。なかなかいいと思いますけどね。でね、もう一頭ねいいなと思っている馬がいたんですけど、それが一緒の3区なるんですけど、ファンタジスト、ファンタジストですよ。これもロードカナロア3区なるんですけど、まあ今回武豊が乗るということで、まあ、前回も武騎手が乗っていたんですけど、これ何がいいかなと思ったのは、まあ、前で競馬ができるということがあるんです。前の方でこう先行型タイプなんでね。でこうこのレース見てたんですけど、まあ、スタートも悪くなく、ゲートの嫌がる様子もなく、でうまいこと前の方で、まあ1、2、まあ、鼻は切らなかったんですけど、2番手3番手あたりでこうずっと行ってたんですけど、最後ね4コーナーこう回った時に、こうか4コーナー回った時にこう左回り行ったと思うんですけどね、左回りで4コーナー回った時にこう先頭に立ったんですけど、まあここで楽勝であと前に進むだけで、まあもしかしたらこれ刺されるんじゃないかなと思ってて、結構後続の方がガーッと来てたんで、2、3頭の方で、まあ見てたら二の足を使っていたんで、もう一回伸びた足を伸ばした足を使ってたんで、結構やっぱ足的にも2歳の割にはいい足を使っているのキレもあるように見えたんで、ファンタジストもかなり
いい馬かなと。ただ気になるのはこう左回りだったということなんで、今回右なんでね、それがどう出るかですよね。まあ競馬をしてて、まあスタートもこう好スタート切ればかなりチャンスはある馬なんじゃないかなと思っているんで、僕はファンタジストもいいかなと思っています。まあ正直2歳なんでね、なかなかこれが強いとかあれが強いとかを正直難しいです、判断するのは。ただもう自分がいいなと思う馬は、2歳は買っとこうかなと思っているんで、僕は今のとこはこの宮地シルフィードとファンタジストがいいかなと思っているんで、ちょっとこれを、状況とあと追い切りをちょっと見てまた判断して、土日の方買い目の方あげようかなと思っているんで、またよろしくお願いします。ほんまええなと、この動画がほんまええな思ったらグッドボタンお願いします。でコメントの方もください。でチャンネル登録お願いします。今年中には目標チャンネル登録者数2000人目指しているんで、よろしくお願いします。気合い入れて、競馬予想の方もしていくんで、予想はええけど、もっと当てんかいと自分自身も思っているんで、もっと安くてもいいから当てに行こうかなと毎週思っているんで、よろしくお願いします。じゃあまた土日、買い目の方を上げるんで、そちらの方もよろしくお願いします。ブイブイ。